栄養学人体学あなんだこのハードキャプター桜みたいな女もうちょっとに届かない高いとこに本が手が届かないのかひょいイケメンはいこれ取ろうとしてたんでしょスポーツトレーナー学科トレーナー目指してるのありがとうございますそんなのスポーツトレーナー目指しててあなたってあバレちゃったかなちょっとでもごめんなちょっとマネージャー通してもらわねえとさ俺もさすがに子供の頃近所に住んでてよく一緒に野球とかして遊んだうんと思い出せない呼ばれるような気もするけど頑張って思い出そうここもしかしてうわクリスマス前に女作るぞせやー思い出せあの頃藤野夏希ちゃんやっぱりケンジ君だよねまた会えるなんて懐かしいなそうそう夏希ちゃんあの頃から野球のこと好きだったもんね全部ケンジ君の影響よ忘れてねえのか俺のこと俺は忘れてたけど俺ね野球しかないからね変わってないね本当に野球が好きなんだよね私ねえおいマジでクリスマス前に彼女できちゃった昔からずっと言いたかったことやっと言えた迷惑かなこちらこそ選択肢なしいやもう行くねまた連絡するからすごい緊張したやったぜうおーもね分かるわ初めて彼女できたら叫びながら帰るよなやったぜ最高あクリスマスはちょうどいいやちょうどいい彼女だ今から会えないかないいでしょうちょっと奮発するか豪勢にロマンティックに夜景の綺麗な高校生が夜景の綺麗なレストラン俺ですらそんな行かねえぞ行ったことねえぞ2万円のレストランなつきちゃんお待たせ遅いわよ今日はちょっとしたところを訳してるんだそれはついてのお楽しみだよドレスコーデとかないかすごーいこんな綺麗なところで今なんてロマンチック喜んでもらえてよかったよクリスマスは二人きりで最高を演出したかったんだこの下に部屋を取ってあるんだチャリキーを出して君の心の鍵もこうやって開けれるかなカチャ的な感じでいけるんじゃないか甲殻類入門甲殻類系のこいつ YouTuber か爬虫類系の YouTuber とかいるけど甲殻類系の YouTuber だこいつ多分カニエビ専門チャンネルトートコアあら最高のクリスマスを二人で楽しんだ二人の距離はぐっと近くなった最高なつきちゃんちょっと待ってくれなつきちゃんそんなものくれていいのあー打撃もう練習にも気合が入るわ七夕といえばあれしたくないしたい短冊したくない今欲しいものだからそれ書こうっとプレステ5が欲しいなつきちゃんなんて書いたのあとルームランナーが欲しいさっきの短冊願い事ちらっと見えちゃったじゃあね買ったるかブランドネックレス買ったるわ4度 C でなつきちゃん先に話がある何はぁ、あ、ふざけんなこの女そんなじゃあなんでおめえ七夕の時言わなかったんだよ買っちまったよ俺分かってくれて嬉しいじゃねえよお前返せお前俺の15,000円友達じゃねえよ二度と会わねえよこいつは俺はその晩少し泣いた心の底から本気で泣いた俺はもう誰も愛さない愛せないうぬきああマリさんしかいないもうああ
もうま、ああ、マリさん、ああ、いい、いい。マリさんがいい、パーリンデラックス。ありがとう、マリさんがいいや。やっぱり、大人の女が一番いいわ。なんでこの悲しい BGM まだ続いてんだよ。友沢が撃たれた。確かに悲しいけどさ。